に到着。了解。分かった。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。了解。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。隊長、習得。大丈夫？あなたの崩壊エネルギーに異常な消耗が。待って、敵に遭遇したの？崩壊獣、見たことのない生き物。でもこっちは道が陥落したせいで少し時間がかかりそう。怪我はない？そうね、あなたの腕なんでも十分気をつけてね。一気に潰そう。素材習得。できている。こちらの勝ちだ。こっちも敵と戦ったわ。あなたの言った通り、あれは崩壊獣じゃない。なんて言えばいいか。ええ、あのゆっくりとした感じは。でもやっぱり変だと思うの。あの見た目、幼い子供が夢の中で想像したような、いろんなものを寄せ集めた怪獣。そんな、これらのデータを本部に送ろうと思うわ。きっと司教様と博士が。そうだ、今どこにいるの？なるほど、地図の真偽を確認するのね。調査が一段落ついたら戻ってきなさい。じゃあまた夕方に。わかった。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。隊長、遅い。
素材習得。この道は前にも歩いた。素材習得。わかった。おかえりなさい。今日入手できた情報はまずまずよ。聞いて驚かないでね。レーザーであのバリアの形を確かめてみたわ。結果、私たちが予想情報と都市変炎のテーブ。レーザーを当てたら明らかな変異。あくまで予想だけど、このバリアの中心はおそらく違うわ。空セントフォンテーヌに起きた不思議現象はすべてあの天空、それと見たことのない怪物、アインシュタイン博士が分析して。それでそっちは何か収穫あった？そう、話して。なるほどね。あの赤い結晶は確かに妙ね。今日は情報、今ある情報をもとに対策を決めるわ。本部からの返事が届いたわ。主教様が直々に連絡を取り、指示によると私たちはこれから崩壊エネルギー探知装置を全て持って、場所はもう選んである。あなたが歩きながら話しましょう。